本当にね、ありがたいことにカメラマンの人が私やっぱ友達がすごく多くて、でみんなこの辺で撮影しはるんですよね。新風館とかいろんないいスポットがあるので、あそこで撮影してて疲れたし休憩しに来たとかみんないろいろ言ってくれはるんで、それってね普通のさあじゃあカフェオープンしますじゃ多分無理やと思うんで、つながり作りは大事かもしれないですね。私が作ろうとしてる場所は特にそうかもしれないですね。すごいんですよ本当に。いやありえへんでみたいな、なんか一般の普通の人のねお家に来てるみたいなもんですからね、北海道から。どうでしょう、なんかここに来たら誰かに会えるっていうのが大きいかもしれないですね。誰かいるみたいな、確かにそうなんですよね、誰かいるんですよ本当に。私多分ね一人っ子で寂しいからなんですよ、もともとが人に囲まれてんのも大好きで、プラスでも一人も大好きなんですね、わがままなんですけどなのでやっぱりねなんかこう豆なんですよ多分返事の仕方とかみんなよく言ってくれますけど、ゆりさん豆やって言って、でなんかゆりさんに関わってたら面白いことありそうって思ってもらえるのが一番嬉しい。みんなねあの周りにいたら面白いことあるよって思ってもらえるのが一番嬉しいかな。パパイヤですかぼちゃのスープです。いただきます。あ美味しい、美味しいです。美味しいです。触った手が綺麗データ容量は大きくなります。これコツです。ここ。緊張はしました人前ででも嬉しかったです。講座すごい楽しかったです。はい、ちょっと写真の腕がちょっとは上がったんじゃないかなと思います。ご飯美味しかったです。めっちゃ美味しかった。ドーナツあるのかなねえ、なんかみんなも多分鬱憤が溜まってたというか喋りたいんやなっていうのがね、ここから見てる景色が私はものすごく好きなのでみんながご飯食べてくれたりとか、なんだかんだねゆるい話をしながら、起業家さんばっかりがねほとんど集まってらっしゃいますけれども、お仕事のことちょっと置いといて
ね、あの遊んでらっしゃったりとかで真剣に仕事の話したりとかねしてらっしゃるのがすごい楽しいです。そうですね、なんかまた頑張ろうって思ってもらえるのがやっぱり一番かなって、一人ちゃうんやなとか、ここに来たらみんなに会えるなとか思っていただけるとすごい嬉しいです。皆さんこんにちは。ありがとうございます。はい、私が、本日主催をさせていただいております。